早速大物入りです。昨日公示した衆議院議員選挙の候補者の応援のため石破総理が来県しました。先ほど午後5時30分ごろ今治市に姿を現したのは石破総理です。愛媛2区の自民党候補者の応援のため公示日翌日の今日愛媛に入りました。海運の町であり造船の町であり、そしてブランド買ったのにこんなに成功したものはないねっていうのは今治のタオルであります。今治のタオルって聞いただけでなんだかすごい立派そう、高級そう、お金出しても欲しいな、それをブランド化と言います。タオルであり造船であり海運であり、そしてまた村上水軍発祥の地であり、全国にここしかないというものを多く揃えているのが今治であります。石破総理は国民を守る経済政策などを訴えました。いつの時代も国を変え歴史を変えるのは都の偉い人ではありません。いつの時代も国を変え歴史を変えるのは地方であり庶民大衆であります。新しい日本の姿は地方から作っていくものであります。激戦が予想される愛媛2区、なお愛媛2区にはご覧の方々が立候補しています。